しかも、スカモスは、香港の香港島南岸に浮かぶ小島で、南区に属する。対岸は、香港語である。世界で、最も人口密度の高い島と言われている。島であるが、香港島とは、橋で結ばれていて、香港島へのバス路線も、非常に多く、交通は、香港島や旧流と変わらず便利な場所である。ここも、香港ならではの高層住宅が林立し、 所得の高い住宅地としては、海半島、政府の団地としては、カモス村、リヒガシ村がある。カモスには、独立した市政大化があり、香港ごと海を隔て接しながら、行政上は別区画を成している。島の南部には、自動車学校や工業ビルがある。その工業ビルの一角には、旅行ガイドブック、地球の歩き方にも紹介されている、家具専門店街、ホライズンプラザがある。 ホライズンプラザは、かつての工業ビルのスペースを利用して家具、卸売業者が多く直売店を構えているが、中には、イタリアの食材のみを扱ったスーパーや、欧米人種所向けの英語教材をふんだんに、扱っている店、キャンプなどのアウトドア用品を売る店など、個性あふれる店が入居しており、回るだけでも少し違う香港を味わうことができる。香港名物階建てバスであるが、この小島から、 香港島だけではなく九流の調査湾、高根石山まで行くバスが運行されている。ありがとうございます。